えか。こんな駅だっけ。まあ初めて来たけど。俺の名前はボブ・マーリー。リスペクトしてるのはボブ・マーリーだ。招き猫の訪問販売が俺の仕事。今日は大当たりのイエロー君1号を持ってきた。住みやすそうな街だな。イエロー君バカ売れの予感がするぜ。さてどこから行こう。ん？雨降ってきてねえか。おい俺傘なんか持ってねえぞ。仕方ねえな。どっかで雨宿りしながら作戦。あ、パチスロが打ちたくなってしまいました。まだ開店して間もないだろ。うん、つか雨やべえな。さっきいくつかパチンコ屋さんがあったから。急げ、たぎるソウルが抑えられない。ここだ、ビクトリースロット館。今日の戦場はここで決まりだ。へい、ヤーマン。さて、ラインナップはどんな感じだ。バジリスク北斗。うん、バラエティのラインナップがそこそこ豊富だな。うん、よしよし、まだ客付きはまばらだな。うん、ここがメイン島だ。絆は満席と。なるほどなるほど。まあまだ朝一だし、あの台で様子を見てみるか。そうしましょう、そうしましょう。んー、この台なんかいいバイブス出てんじゃないの。うん、よし、まずはオキドキで軽くバイブス鬼と狙すかな。ふぅ、カナチュワーン。今日は朝からお前をヒーヒー言わしてやるぜ。ああ、仕事中にパチスロ打つこの背徳感、何事にも変えがたいビートを感じるぜ。チェリー、チェリー来い。ダメか。置き時は早い見切りも肝心だ。少し早いがこの台はやめてしまおう。もう一台ぐらい試してみるか。イエロー君1号、今こそお前の力を見せてみろ。この台もダメそうだな。
効果ねえじゃねえかこのクソ猫が。いや、そんなことはない。まだこいつは本気を出していないだけだ。そうだろう猫ちゃん。うん、さてどうしようか。落ち着け落ち着け、まだギグは始まったばっかりだ。とりあえず当たりを引いて自分のペースを取り戻そう。サラリーマン番長か。ん？これは、昨日は8000枚近くの大観衆か。どれ、内蔵データを見てみるか。これなら96ゲームでやめてる可能性があるな。いただきラッシュにさえぶち込んじまえばこっちのもんだ。最高のギグをお届けしてやるぜ。おっと、早速前兆に入ったみたいな。と言ってもここでの前兆はリセットと据え置きの判断がつかない。当たった場合は変更の可能性が高くはなるんだが、狙い通りだ。これが外れた場合また余計な投資がかさんでしまう。後で真面目に働いてればよかったなんて思いたくない。おお、カジノあるある、可能性はある。頼む頼む、マジ頼むって。神様お願いです、私には病弱な妻と幼い子供がいるんです。だから、頼む頼む、お願いお願い。よいしょーし、ナイスバイブス。いやー、助かった。たまには神に祈ってみるもんだな。あ、妻も子供も超元気です。イエイ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 。やっぱ当たらなか。まあこの際当たればどっちでもいいや。妻も子供も超元気だし、イエイイエイイエイ。さて問題はこっからだ。いただきラッシュに入れないと話にならないからな。神様ここもお願いします。ん？あれ？何も引いてないのにパンダが出たんだ。冷やかしか。おお、あらあら、揃っちゃいましたよ。薄いとこでも引いたのかな。ああ、神はなんと慈悲深い。いやいや、簡単にいただきらし入っちゃったよ。これあれだね、あれ、出る流れ完全にそれだわ。いや全然出ねえし、結局まだマイナスだし、神とか超ワロスだし。まあでもこのメダルは大事に使った方がいいな。ムーブメント大移動だな。成功しました。とは言ったもののどこに移動するかだな。あっちかそっちか。
ノーマルタイプでも見てみるか。お、プラネット。そういうのもあるか。懐かしい。昔はよく打ったな。よーし、ここは打ち死に覚悟でプラネットにするか。頼んだぞ、イエローくん。ふぅ。こいつはノーマルタイプの中でも当たりが軽い部類だ。早いゲーム数でビッグが引ければプラスに持っていける。そうそう、まあチェリーをこぼすんだけど、やっぱ赤菜の狙いがグッとくんだよな。むしろプラネットといったら赤菜の狙いだろうかよ。あはん、あーベルの入賞がたまんねえ。上がる。まあでも今の状況でチェリーを取りこぼすのは、おっと、うわー来たー、リーチ目だよ。ハイプルルント。さてどこから狙うか。右だ、左だ、中。やった、ビッグだ。これでプラスだぜ。さすがイエロー君だ。ここに来て効果が現れた。わずか45ゲームでビッグを射止めてくれるとはな。よし、この出玉ならちょいプラスぐらいにはなっただろう。ナイスバイブスだぜ、プラネット。うーん、確かビッグ5は30ゲームの RT がつくんだよな。じゃあまあこの RT を消化してやめるとするか。よし、ギグは終了だ。ん？あれ？おい、440枚？むしろちょっとマイナスじゃねえかよ。おかしい、俺としたことが。ビートを完全に読み誤っちまった。退店、退店。はあ、くそ、雨もまだ降ってるし、仕方ない、仕事するか。ふうじゃねえよ。